長年愛されてきたキャンディーのチェルシーが販売を終了するというニュースもありましたが、皆さんはこれ食べられなくなったら嫌だな、この店がなくなったら寂しいなと思うような食べ物やお店はありますか？もしありましたらぜひ聞かせてください。チェルシーなくなるの？なんかの味がなあれ全部なくなるのあれって。確かそう俺は見た気がする。あ、そうなんだ。でもなんかヨーグルト、あの2種類だっけ、なんヨーグルトと、うん、なんかみたいなやつ、キャラメルみたいですね。俺的にはね、美味しい2つある。あれ以外あるんだ、チェルシーの飴って。なんか俺もそのニュース自体は見た、でもなんかちゃんと見てなかったんだよ。あれなくなるの、ショック。ショックっていうほど舐めてはないけど、うん、そうだね、そう言われれば。そうそうそう、どれがなくなる、なくなる時だけ言うのは良くないからね、うん、そうだね。そう食べてましたかっていうね、だからそう、みんなが食べなかったからもうじゃあなくなるってなったから、ね、悲しむんだったら、うん、ちゃんとその購入履歴を見せようって話だと、うん、そう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 、応援してあげないといけない。レシートじゃないと、うん、そうね、この悲しいって言えないと。そうそうね、レシートも一緒にあげる。そう、レシート と、まあ、その提出してもらってから発言してもらわないと。そうだね。いや、でも本当そうだよな、やっぱ好きなものはちゃんと買ってあげないと。そうそう、買っとかないと、うん、そう、サポートしてあげないと。自分がサポートしないと残んない。そうそう、意味ない、文句言えないんだよ、それ。そりゃそうだよ、うん、うん、そうなんだよ。もう買わないとちゃんと、そりゃそうだ。そうだね、うん、フランって販売終了してんの？ポッキーのチョコンとか太いやつ、あれか、食ったことない。いや、まああんのかもしれないけど、うん、あんま知ってる。結構有名よね。知ってる知ってる、4本くらいしか入ってないんだよ。あ、そう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 、太い、ポッキーはいっぱい入ってるでしょ。そうそうそう、4本しか入ってない。もっと太いぐらいいやでも美味しかったんだよね、俺すごい好きだったんだよ。あ、そうだね。確かにカールとかもね、関東ではもう買えないみたいな。そうらしいね、カール ね、まあ俺はね、じゃあそれで言うと、うん、ちゃんと実際にサポートもしてる。履歴ありますちゃんとちゃんと履歴出せるんだけど、提出できる。ね、うん、俺はね、あの源氏パイ、あ、言ってたね、好きだって。源氏パイはね、うん、好きなんだよ。ああ、そうなんだ。サポートしてるの、サポートしてるちゃんと定期的にしてる。そうだよな、確かにな。なんだろう、なんかあるかな、なんかある。いや俺それで言うとやっぱ、いやサポートできてないなと思った、うん、その実家の近くにあるお惣菜屋さんがあって、うん、そこので好きなものがあるんだけど、うん、いや最近もうあんま買ってないもん。うん、だやっぱ帰るたびに買うとか、うん、サポートしないとなって思ったわ。そうね、うん、あれなくなったら悲しいけど、うん、じゃあお前何してたんだって言われたら、うん、そう、確かになってなるから、うん、帰ったら買おう。いい気づきを得た俺はめちゃくちゃ、うん、高校生の時にすごい大好きだった友達とかとみんなで行ってた料理屋さんみたいなのがあって、そこがね、なくなっちゃってるところが1個あって、うん、それとかもやっぱなんかもう1回食べたいなみたいな思うもんね、やっぱ。でもやっぱりなかなかこう行けなくなったりもするじゃない、うん、地元を出ちゃったりするとさ、うん、ねえ、だからそういうのも何かサポートしたいよね。